エディルネはトルコの都市。トルコの最西端、ヨーロッパ側の東トラキア地方の国境地帯に横たわるエディルネ県の県都で、市街中心部からギリシャ国境まで5キロメートルブルガリア国境まで1 0トルの国境の町である。2000年、の人口は約12万人。旧市街はブルガリア領に源流を発し、ギリシャとトルコの国境地帯を流れるメリーチ側が、 その支流トゥンジャ川と合流する地点近くの砂岸に位置する。旧市街の西を流れるトゥンジャ川の中州には、トルコの伝統競技であるヤールギュレシの大会が行われるクルクプナルの草原がある。エディルネは、ローマ帝国がドラキア支配のようとした古代都市ハドリアのポリスの後ろ身であり、トルコ語名のエディルネは、ハドリアのポリスがトルコ語化したエドレネボルの天下である。 14世紀にオスマン帝国の統治下に入って、以降はルメリ州の州都となり、マタブルサに次ぐ第二の宮廷が置かれて、コンスタンティノープルが征服されるまで100年にわたり、帝国の実質上の首都であった。15世紀にイスタンブールが正式の首都となった後も、オスマン帝国の副都として宮廷が置かれ、帝国のバルカン半島支配の重要な拠点であり続けたが、 近代にギリシャ、ブルガリアが相次いで独立、オスマン帝国も消滅したために国境地帯の地方都市に過ぎなくなった。エディルネは戦死時代から人類が居住してきた非常に古い歴史を持つ街である。古代ローマ時代には薄くダマあるいはオレスティスと呼ばれるトラキア人の町で紀元前2世紀にローマに征服された。紀元125年。 ローマ帝国の皇帝ハドリアヌスは、バルカン支配の拠点としてこの街に目をつけ、四角の城壁に囲まれたローマ都市を整備して、ハドリアのポリスと命名した。この街の名として、広く知られるアドリアノープルは、ハドリアのポリスの英語系である。ゲルマン人が、ローマ帝国領内への南下を激しく行うようになるとこの街は、帝都コンスタンティノポリス防衛の最前線となり、 378年に行われたハドリアのポリスの戦いでは、ワレンス帝が西豪都族に敗れて戦死した。その後も、ハドリアのポリスは東ローマ帝国の重要拠点であったが、6世紀にはアバール、10世紀にはブルガリア帝国の侵攻を受けるなど、たびたび戦乱にさらされた。1204年には第4回十字軍によって占領され、西欧人の手に落ちる。 その後、東ローマ帝国が奪還するものの1362年頃にオスマン帝国の村と一世によって征服された。エディルネはオスマン帝国にとってもバルカン征服の前進拠点であるソフィアやベオグラードにつながる幹線道路の通り道であったことから政治的、経済的、軍事的に重要視され、村と一世は征服から間もなく1365年にこの町に 宮殿を築いて、帝国の首都とした。オスマン帝国は、旧来の手狭な支壁を越えて、市街地を拡張し、モスクやキャラバンさらいなど、イスラム都市としてのインフラ整備を行って、ムスリムの移住を促進した。その結果、オスマン帝国下のエディルネでは、旧来の主要な住民である、ブルガリア人に加えて、トルコ人人口が増加し、数多くのモスクが建設されるようになる。 1453年に、メフメト2世がコンスタンティノープルを征服し、首都を移した後もエディルネには、宮殿が残され、帝国のバルカン地方における、福都として位置づけられた。国家によるインフラ整備も、盛んに進められ、16世紀には、スレーマン1世やその子のセリム2世によって、宮殿や壮麗なモスク、橋など現存する多くの公共建設物が築かれた。 メフメト2世からスレイマン1世の時代に、エディルネの郊外に造営された宮殿は、森と草原と川に囲まれた自然豊かな場所にあった、ことから、歴代のオスマン帝国の君主に愛され、イスタンブールへの戦闘後も18世紀頃まで、たびたび君主が滞在した。17世紀頃までは、君主の所在する場所に、政府機能が随行してきたため、国家の政治的な決定や祝祭、 儀礼が行われる政治都市でもあった。19世紀に入るとバルカン情勢の悪化と帝国の軍事的衰退のためにエディルネも直接の戦火にさらされる最前線となった。数度にわたったロト戦争において1829年と1878年にエディルネはロシア軍に占領され軍の駐屯に利用された宮殿は荒廃した。さらに 1912年に始まる第一次バルカン戦争でブルガリア軍の攻撃を受けエディルネを含む東トラキア地方は占領され1913年5月に結ばれた急戦によってブルガリアの領土に割上されることが決まったしかしブルガリアの領土拡大をめぐってギリシャ、セルビア、モンテネグロ、ルーマニアがブルガリアと敵対したことから6月に 始まった第二次バルカン戦争で、オスマン帝国軍が奪還し、エディルネは8月の講和条約によって再び、オスマン帝国領に定められた。この戦争において、ブルガリア・オスマン両国の争奪の的となったエディルネは、甚大な被害を受け、トルコ人の報復を恐れた、ブルガリア人たちは、ブルガリア領に立ち去っていった。続く、第一次世界大戦後の1920年に、 結ばれたセーブル条約で、エディルネを含む東トラキア地方はギリシャへの割譲が定められたが、トルコ人の祖国解放戦争に敗北したギリシャは、トラキアの取得を放棄し、トルコ共和国への編入が確定した。この際、住民交換協定が結ばれて、トルコ領に住むギリシャ人はギリシャへの強制移住を余儀なくされ、エディルネは完全なトルコ人の町となった。エディルネには、 ローマ帝国時代の遺跡はほとんど残っていない。わずかに市外に渦漏れて、東ローマ時代の城壁のごく一部と、マケドニア人の塔と呼ばれるもの見塔が残っているだけで、ある。オスマン帝国時代の建造物の中で最も有名なものは、町の中央部の丘の頂上にあるセリミエモスクである。1569年から1575年まで。 足掛け7年をかけて建設された、このモスクは、イスタンブールのアヤソフィアを超える、直径31.5メートルの大ドームを持ち、大建築家、ミマール水難の最高傑作として名高い。その他、市街中央部の大建造物には、高さ68メートルのミナレットを持つ宇宙シェレフェリ、モスクや、1414 14年建造のエディルネゲンソン最古のエスキモスク、 メフメト2世の父村と2世の建設したムラ木エモスクなど、この町がオスマン帝国の首都であった時代に築かれた様々なモスクがある。オスマン帝国の人々は、狭苦しい市街にとどまらず、郊外地区に宮殿や別荘を盛んに造営した。エディルネ宮殿は、市街の西を流れるトゥンジャ川の西岸に造営され、イスタンブールのトプカプ宮殿に次ぐ壮麗な規模を誇ったが、 度重なる戦乱で破壊され、現在では一本の塔と若干の廃墟が残るのみの牧草地となっている。エディルネ宮殿跡の東を流れるトゥンジャ川の中巣はクルクプナルノノと呼ばれ、オスマン帝国時代以来、トルコの伝統格闘技であるヤールギュレシの会場となっている。同じくトゥンジャ川の西岸には、メフメト二世のコバヤジと二世が作ったモスク複合施設がある。 オスマン帝国はこれら川向こうの施設と市街地をつなぐために多くの現存する石造りの橋が作ったが、中でも町の南のカラーガチ地区やギリシャ国境、検問所との間を結ぶメリチ川に架か,かるメリチ橋は見回る水難の作品として有名である。また、カラーガチ地区にはオリエント急行開業当時に、 オスマン帝国側国境駅として開設されたカラーアーチ駅の旧駅舎がドラキア大学の一部として残存している。エディルネはバルカン戦争の激戦地であることから戦争を記念する軍事遺跡やモニュメントが数多くある。ありがとうございます。